鳴海文士郎四代、鳴海文士郎10月1日から1933年2月28日は、明治から昭和時代初期の政治家、実業家、醸造家、衆議院議員。陽名は、明治郎。青森県南津軽郡黒井町出身。同郡浅瀬石村の鳴海み九兵衛家の分家で、矢後は、久し礼といい、中町で1808年から、 代々酒造業を営んだ。江戸時代は稲村屋を名乗っていた。別家、鳴海治兵衛の長男として生まれ、後三代、るみ文四郎の養子師となった。黒井町会議員などを経て、1917年4月の第13回衆議院議員総選挙では、青森県軍部から立憲政友会所属で出馬し当選。続く第14回総選挙では、 宇の優作と公認を争って敗れ、非公認で出馬するが落選し、声優会から除名された。後、なるみ一族を中心とし新生クラブを結成し、1924年の第15回総選挙に出馬するが、加藤右兵、竹内生命が押す金田秀夫に敗れた。その後、1928年2月の第16回総選挙に出馬し衆議院議員に、返り咲いた。 同年、議員を代表して、フランスで開催された、バンコク議員章事会議及び、ドイツで開催された、列国議会同盟会議に出席した。他、松岡俊蔵と、節外救済運動の陳情、西岸運動に奔走した。在会では、黒井銀行、鳴海協立会社、広崎電等、東京や遺電池などの重役を務めた。ありがとうございます。